今回のチャフィーズトラベルチャンネルは日光金谷ホテルをご紹介します。現存する日本最古のクラシックホテル。古き良き時代の趣あるインテリアや歴史などを紹介してもらえるホテルの館内ツアーの様子や、宿泊したツインベッドの部屋、ディナーと雪を眺めながらの朝食などをご紹介していきます。浅草駅から特急華厳で日光に向かいます。右側に朝日ビールのオブジェ、左側に東京スカイツリー。約2時間で東武日光に到着しました。寒い日ですが天気がいいので歩いてホテルに向かいます。金谷ホテルはこの坂の上にあります。こちらが日光金谷ホテル。1873年に創業した金谷ホテルは150周年を迎えます。有形文化財に指定されている金谷ホテル、クラシックホテルらしいクリスマスの飾り付け、チェックイン前なので荷物だけ預けて日光東照宮に行きます。こちらは昭和天皇がお泊まりになられた別館。世界遺産日光の社寺の玄関ともいえる美しい神橋。こちらは昼食をいただいた明治の館。詳細は別動画でご紹介します。美しい重要文化財の五重塔、素晴らしい国宝の陽明門、奥にあるのが国宝の御本社。ホテルに戻りチェックインします。昭和11年に地下に掘り下げられ増築された本館入り口に向かいます。木製の回転扉は時代の迷路の入り口のようです。現在の1階フロントは昭和の建物。部屋まで案内していただきます。こちらは新食堂の入り口、メインダイニングとつながっています。第二新館の2階に向かいます。歴史を感じるルームキー、
お部屋をご案内します。ツインベッドのお部屋です。昭和36年に落成した第二新館、スタンダード A タイプのお部屋です。150周年記念のミネラルウォーターが2本、浴衣、ドライヤー、三面鏡のある机、日光彫りのテーブル、テレビは三菱製の32インチ、冷蔵庫は感染対策で何も入っていません。ベッドサイドにはコンセントがありません。コンセントは三面鏡に1箇所だけありました。ハンガーは4本。こちらはバスルーム。トイレは洗浄式です。クラシカルな雰囲気が漂います。アメニティはこちら、シャンプー類はベーダロッソのボタニカル。ルームサービスメニューを見てみましょう。こちらは送迎バスの時間です。4時と5時に行われる館内ツアーに参加します。館内ツアーには約10人が参加しています。ホテル創業時に関わったヘボン博士、金谷善一郎、イザベラバード、こちらの彫刻は三つの爪の竜、想像で彫られた像。国宝ではない眠り猫。フランク・ロイド・ライトが設計したと言われています。設計したのではないかと言われている暖炉でございます。はい、明治26年ソフトなどを持って掘り進めているような写真が残っており、ですので明治の頃は元は1階でレセプションがあったスペース。次はダイニングルームを見てみます。横幅270センチで存在感のあるカリオンビンガ。こちらで後ほどお食事をいただく予定です。こちらの青い模様が後のお父さん、こちらの今度もみじ柄の方の食器というのが、日本の陶器会社製でございます。青い食器は後のとうとう製、赤い方は後ののりたけ。こちら年代が1930。
象牙の持ち手に時代を感じます。こちらは小食堂、小食堂という名前がついております。その四つ角に頂上4匹、天井の絵が美しい。ぐるっと一周をさせております。奥に進みますと昭和と現代、各界の有名人が宿泊しているそうです。案内ありがとうございました。そろそろ夕食の時間です。先ほど案内していただいたダイニングでライトディナーをいただきます。メインはサワラと道の癖イリュードリをチョイスします。かぼちゃとカニのアミューズ、甘いかぼちゃとカニのうまみ、こちらは5種のオードブル、5種類ともそれぞれの美味しさが際立ちます。季節のポタージュは温まります。パンも3種類とも美味しい。メイン料理が提供されます。柔らかくコクのある味わい。脂が乗って特別に美味しい寒ざわら。日光金谷ホテルの素敵な時間。盛り付けも美しいデザート。紅茶はロンネフェルトのイングリッシュブレックファスト。夜も更けてきました。ゆっくり休みましょう。今日の日光は雪です。ホワイトクリスマスイブになりました。雪を見ながら朝食をいただきます。朝食はメニューにある洋食と、もう一つは和食をオーダーしました。こちらが和食です。ブリの照り焼きや湯葉の刺身など、洋食はオムレツやパンなど、2種類のジャムも美味しそう。
金谷ホテル伝統のふわとろなオムレツ、和食も洋食も美味しい朝ごはんでした。今日は雪だから旅行プランの変更が必要です。クリスマスリースの上にも雪が積もっています。こちらは大正初期に作られた竜宮。夏はプール、冬は天然のスケートリンクになるそうです。そろそろ部屋に戻ってチェックアウトの準備をします。部屋から見える雪景色が綺麗でした。送迎バスで中禅寺湖金谷ホテル経由で帰ります。こちらが中禅寺湖金谷ホテル。いつか宿泊してみたいですね。このチャンネルでは東京ステーションホテルやホテルニューグランドなどをご紹介しています。チャンネル登録して他の動画もぜひご覧ください。今回のチャフトラは日光金谷ホテルをご紹介しました。